ヒル・マリ選手に、ゲストとして来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それこそ、まあ、短大の時に俺が聞いた時に、まあ、ね、車持ってるっていう、そう、まあ、そこも難しい話なんですね。やっぱり、イエス・ノーをはっきり言わないと、意見ないとかじゃないけど、何でもイエスって言ってくれるから、すごい頼まれたりとかしちゃうし、それで、そうだよね、なんか今、短大の時に、車、マリモが持ってた時の話だよね。そうだ、難しいけどね、自分がもし持ってなかった立場で、学校毎日30分歩いていかなきゃいけない人だったら、やっぱり頼みたい気持ちもわかるけど、毎日ずっとみんなの送り迎えしてると大変だし、そこで毎日してたのか、その時ほとんど毎日電話かかってきて、難しいよね。でもね、車ないとアメリカってやっぱさ、日本みたいにあの密集してないしさ、地下鉄とかもないから歩かなきゃいけないじゃん、基本的に。そう、だからそこは結構苦労したね、なんかどうしたらいいんだろうみたいな。あと、そうだね、ガソリン代とかはどうだったの？ガソリン代とかもやっぱね、気にしないから。でも面白いのが、悪気あるわけじゃないし、いい人なんだよ、みんな。多分日本の感覚が残りすぎてて思っちゃうとことか。でも人によるかな、それも。でもガソリン代とか、多分逆に私が出さなくても気にしないじゃん、もしね。確かにね。だからなんか気にしすぎてもダメかなって思いながら、でもなんかね、使われてる感じをするのも嫌だしじゃん。最後の方は結構ちょっと今疲れてるかだとか言って断ったりもしちゃってたけど、まあ難しいとこですよね。なんか例えば食事行くってなった時もね、なんかあれでしょ、なんか、まあ、ちょっと夜遅い時にそれでもなんか連れてってって言われてあったりとか。感覚が、まあでもそれも多分アメリカだからっていうか、まあ人によると思うけど、夜とかに、ね、よしお腹空いたから11時とかに連れてってみたいな、聞かれた時は。でも大抵は断ってたね、もう眠いし寝てるふりだよね、もうだからその感覚も、じゃあ向こうも気にしないからね。だからそこのなんか、なんだろう、葛藤、自分の中の。で、ストレスにしたくないし、だから本当に気にしないようにした。いやー、それがなんかもうマリモのなんかいいところでもあり、少しなんか変え、ね、ちょっと変えなきゃいけない部分でもあるっていうか。そうだね、本当にね、いいところでもあるけどね、難しいよね、そこが。でも最近でも良くなってる。やっぱり結論はやっぱり自分のことを大事にできない人は本当に大事な人を大事にできないと思い始めて、おお名言を言ってみる。なるほどね。やっぱあんまりね、自分のことそんな大事にしてくれてない人の意見ばっか気にしてて、一時期アメリカに行って一回ちょっといろいろ大変な時に、それでなんか本当に自分のこと大事にしてくれる家族とかすごい心配かけてきて、何してんだろうって本当に思ったから、なんかもっといい、あんまり言い方ないけど、自己中に自分の思うように言ってもいいんだなとは思ったね、アメリカ来て。それこそなんか、まあ、俺もね、その時なんか結構大変な時に、まあ、話聞いたけど、短大1年目だっけ、それこそ、まあ、優勝して、それこそなんて言うんだろう、旗から見たら、その自分から見たらすごい活躍してるし、あ、すごいなって思ってたけど、その内側では結構すごいなんかドロドロというか、結構ドロドロっていうか、まあいろいろ、そこをまあちょっと聞きたいだけど、どうだったの、それこそなんか今、まあいいコーチだっていうか、まあね、いろんな考え方があるけどさ、どういうコーチで、まあ、こういうことがあったとか、まあ、言える範囲でいいから、全然。なんか、やっぱ、アメリカの地域によってもだし、人のバックグラウンドとかによっても、やっぱ、全然性格とか文化が違う、じゃんね、で、なんかちょっと違うかなっては思った。最初からでもすごいやっぱ大事にしてくれるし、すごい期待もしてくれてるから答えなきゃ答えなきゃと思ったけど、でチームメイトも
一緒の IMG から進学した子が2人いて、うん、もう1人インターナショナルの子もいて仲良くしてもらってて、うん、で最初も自分がどうにかしなきゃって思って、うん、ここに合わせなきゃって思ってたけど、うん、一回ちょっとハマりすぎちゃってね、ストレスが一回吐き出したらすごい分かってくれてサポートしてくれて、うん、でなんか日本だとさ、なんか転校しちゃダメじゃないけどさ、転校したらよっぽいやつじゃないけどさ、周りからさ、あの子はなんか転校できにくい雰囲気あるじゃん。でもアメリカってもやっぱ自分のこと大事に、自分が好きなとこ、自分がパフォーマンスなんか最大限に発揮できるとこに転校するのが当たり前みたいになってるから、そのチームメイトとかもそんな無理しなくて自分があるとこに転校すればいいよって勧めてくれて、で IMG の時のコーチもずっと連絡取ってくれて大丈夫かってすごい新しいとこも探してくれて、でもその1年は本当に頑張りたかったからすっごいやっぱ安定しなくてアップダウンが超激しかったんだけど、この1年でも最後はもうこれで全米の大会の時もなんか喧嘩じゃないけどコーチとか選手いろいろあって、うん、で自分も全然気持ち的にもやっぱ乗ってなくて、最初の試合2試合プレー時間もらえなくて全然調子よくなくて、うん、でもなんか勝ち上がってくるにつれて、これでもし何もできなくて終わったら本当に後悔じゃないけど、うん、するなって思って、最後の準決勝決勝もう自分ができることなんかもうミスとかいいから思い切ってやろうって思ったら結構やっぱいいプレーできたし楽しんで、ちょっと見てあげたな、めちゃくちゃ嬉しかったね、あの時優勝したのはマジで、え、すごい本当に、なんかめっちゃみんなからおめでとうってくれて、もうマジで超すがすがしかったわそれこそなんか、うん、結構いろんな思いがありつつ頑張って優勝したからこそね、すごい、うん、本当に、あとなんかチームになんか恩返しじゃないけどさ、うん何かできたと思ってあ嬉しかったね、すごいよね、いやでもほんとね、まあ楽なことばっかりじゃないけどやっぱ、うん、全体で見たら学べることもやっぱめちゃくちゃ多いし、うん、すごい充実してるよね、改めてなんか戦績とか見てもね、すごいなんかね、いやマジで活躍が分かる、本当に、うん、まあというわけでまあいろいろ聞いてきたけど、まあ今年まあそれこそまあ自分も一緒だけど、まあ同い年っていうのもあるし、まあ4年生になってどんなシーズンにしたいっていうか、どういうふうにこの今シーズンやっていきたいかとかありますかね、うん、いやそうですね、去年はその4大で憧れだった D1、うんうん、進学できてやっとプレーできるってなって、うん、スタートは良くて、うん、すごいスタメンでも起用してもらってて、うん、すごい楽しんでプレーしたし、うん、チームの調子も良かったんだけど、うん、コンファレンス入ってから結構マック、ミドルアメリカン、うん、結構レベルも高いんですけど、うん、なかなか勝てなくなって、で自分のプレーもすごい思うようにいかなくて、それで最後のチームの調子もやっぱよくあんまり勝てないのが続いたし、うん、自分もスタメンとして出場させてもらったけど、最後の方はもう試合にすら出れない状態、もう本当に40分近く出場してるからもうゼロみたいな状況を経験したから、でもその中でもチームにができること、チームにできること何かとか考えながらやってたけど、やっぱり学ぶことがやっぱ悔しかったから、普通にそれはもう自分だけのことじゃないけどね、チームがうまくいってるならいいんだけど、だから今年は本当に最後の年だし、うん、原点に帰ってバスケを楽しむのと、ね、もうがむしゃらにね、うん、がむしゃらにプレーして、うん、もうチームにできることもう何でもいいから自分の役割見つけて貢献したいし、去年は目標があのコンファレンスの中で1試合勝つとクリーブランドっていう場所の大きいジムでできるの、それは自分たちの大学の中の大きい、自分たちの大学のコンファレンスの中の最後あの全米大会に行けるかどうかの決める大会、それで
今までそこの予選、コンファレンスの予選で私の大学1回戦でもうずっと負け続けてて、クリーブランド2回戦に進出できてないから、うん、今年はやっぱりチームもそこ目指してるし、いざらまあ NCAA トーナメントっていうか、そうそう、まあその手前だけど、まずコンファレンスの大会の1回戦進出してクリーブランドに行くっていうのが今チームの目標だから、うん、そう、そこはしっかり成し遂げたいなと思って最後の年。いやいいね、本当に、まあ、ラストシーズンね、まあ、お互い本当に、まあ、コロナでいろいろ大変だけど、やれること今はね、うん、しっかりして、まあ、それこそ、まあ、これいつ出るか分かんないけど、今どう、今練習は。あ、私4週間くらい前も起きたけど、まずやっぱ海外から来てるから2週間自粛して、でまずチーム集まったらみんな一回テスト受けなきゃいけなくて、うん、で私の場所がそのテストの結果戻ってくるのも5日間くらいかかるから、それまで待たなきゃいけないから体育館とか使えず、でそこもチームみんなで外で練習して、でいや最近やっと始めれるようになったけど、やっぱ決まりもすごいあるから、マスクも着用したりとか、あの選手同士で距離空けるとか、うん、で体育館もそのインディビジュアル、うん、もうコーチと1対1のワークアウトの状態1時間で、体育館にも 3,4 人で、うん、そう入ってね、熱チェックして、体調チェックして、で自分なんか専用のボールとかすごいいろいろ、やっぱ結構前とは、うん、違うけども、新しい日常じゃないけど慣れて、まあね、なるほどね、まあ、徐々にそれが、まあ、対人練習が増えていって、チームでどんどんなっていくかなっていう感じ。そう、対人もね、もうすぐできるようになったらいいけどっていう、うん、まだねちょっとあの確かなこと多すぎて、うんうん、まとめないけど、そうだね、まあ、という感じで、まあ、ヒルマリ選手の、ことについて、いろいろ話していきましたけど、まあ、こういうふうにまたアメリカで活躍しているとか、アメリカでやっている選手、これを逆に見て、自分のことも紹介してほしいじゃないですけど、こういう選手もいるよっていうのをどんどんなんか DM、インスタの DM とか、YouTube のコメントとかにどんどんしてほしいし、アメリカにいる選手たちと自分もつながって、まあ、後々やっぱりどこかでまた一緒にバスケする機会とか、そういうのも増えていって、将来の子供たちのために何かできるとか、そういうのもどんどん発信していきたいと思っているので、皆さんまたよろしくお願いします。よろしくお願いしますありがとう、ありがとう、マリモ。いや、ありがとう、ありがとう。それでは、今回、ゲストとして、ヒルマリ選手に出ていただきました。マリモ、ありがとうねおい、笑いすぎやろ、そんなマリモありがとうねで終わりやろ。あ、ちょっと新しすぎる、ちょっともうちょっとナチュラルにできない例えば、今回じゃあ、まあ、ゲストに出てきましたけどいろんな人にも出てきてもらいたいと思います。最後にマリモからよろしくお願いします。あ、それにしよう、それに行こう、はい、OK。 今回、マリモに出ていただきました。マリモに出てきましたか、おかしいな、おかしい、ヒルマリ選手に今回、ヒルマリ選手に出ていただきました。本当に、まあ、こうやっていろんな選手とまたつながっていければいいと思います。マリモありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に、まあ、よろしくお願いします、一言。本当に酒井選手はエネルギッシュで、もう情熱もすごい強くて、夢も大きいね、本当に、うん、皆さんにもすごく刺激を与えてくれる存在だと思うので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後の1年全力で頑張ります。頑張っていこう。それじゃあ、はい、また次回の動画で会いましょう。じゃあねー。